ウォルター・クレインは、イギリスの芸術家である。絵画、イラストレーション、自動書、陶磁器タイル、その他多くの装飾芸術を制作し、アーツクラフツに深く関わった。美しい星の王女ウォルター・クレインは、細密肖像画家のトーマス・クレインの次男として、リバプールに生まれた。早くから、ラファエルン派の影響を受けており、ジョン・ラスキンの信望者であった。13歳の時に、 著名な、掘り番師、ウィリアム・ジェームズ・リントンに、弟子入りし、3年間工房で働いた。14歳の時には、テニスンの、シャロットの姫のカラーページを手掛けしの認可を得ている。この工房で彼は、同時代のダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、ジョン・エイ・バレット・ミレー、ジョン・テニエルや、イタリアル・ネッサンス美術の作品などを掘り番し、経験を積んだが、より深い影響を受けたのは、 大英博物館に収蔵されていたエルギンマーブルであった。また彼は浮世絵を研究し、その技法を子供向けのトイブックスに活かし新たな流行を生み出した。1864年から1876年にかけて、クレインはホリバン氏、エドマンド・エバンズと組んで三色ずりのトイブックスを多数制作し大きな成功を収めた。特に、 カエルの王子様から始まるシリーズには画面構成や大胆な平塗りなど浮世絵の影響が強く現れている。また1876年にはケイトグリーナウェイやジョンテニエルラと共同で挿絵本を制作している。カエルの王子様1874年挿絵画家としてのクレインは画面上で文章と絵、装飾等を調和させることに不信し、幼子のオペラ。 三つの R の物語などの作品は、その後の児童向け絵本のデザインの基礎となった。このような挿絵本のうち、友人であるジョン・ワイズの5月1日、妖精の仮面劇では、グラビア印刷の技術が使われ、クレインの手掛けた本の中でもひときわ美しいものとなっている。また、クリムの家庭のメルヘンで使用された家長版の娘の絵は後に、ウィリアム・モリスが、 タペストリーに仕上げ、現在はビクトリアアルバート美術館に収蔵されている。この他ワイルドの幸福の王子、その他のお話、ホースオーンのワンダーブック、スペンサーの妖精の女王など、クレインは数多くのエ絵本を手掛けた。1880年代よりクレインは、ウィリアム・モリスの影響から社会主義運動に関わり、共に、 社会のすべての階層にデザインを浸透させようとした。この観点から彼は織物や壁紙、室内装飾などを手掛けることに没頭し、またジャスティスやコモンウィールなどの社会主義者の組織のために長期にわたり漫画を寄稿したほか、美術家同盟や自身が設立したアーツクラフト展示協会のために精力的に活動した。 クレインは装飾芸術家はできるだけ自然から離れて自身の経験によって選び抜かれた形態を学ぶべきだという考えのもと、レリーフ、タイル、ステンドグラス、陶器、壁紙、織物などで数多くのデザインを手掛けた。作品の展示会は1891年にボンドストリートで行われたものをはじめ、クレイン自身によってアメリカでも開催され、後にドイツ、 オーストリア及びスカンジナビアでも催された。また1898年から1899年にかけて刊行された講義録は以後40年の間読まれ続け、当時の芸術家に多大な影響を及ぼした。ジョージ・フレデリック・ワッツによる有名なクレインの肖像画は1893年にノイエギャラリーで展示されている。ありがとうございます。